しょ。ご飯食べてないですね。まだこれから。うん、始まってから。明日は食べる配信するつもり。明日はあれだな、朝の配信終わったら買い物行かないと。とライスペーパーを買いに行かないと。明日買いに行く。あるかな。まあ、なかったら行く。なかったらなかったでいいや。あればでいいや。少し寝た。寝てたさっきまで。もあるはず。この店にあるかな。まあ、なかったらもういいわ別に。あれば。じゃないと、なかったら明日食べないことになっちゃうから。なかったら別に、あれば。そうだけど微妙かな。まあいいや。明日行ってあれば買ってこよう。なかった、そう、明日食べてて、普通に食べてたらなかったんだなって。でも明日午前中しないといけない。ああ、明日じゃなくてもいいか。どうしようかな。買い物以外にしないといけないことあるなと思って。別に明日じゃなくてもいいな、それ。じゃなくてもいいや、それ。うん、上下に行けばいいや、それ。アレンジは YouTube だよ。アレンジ別にしなくてもいいかなって思って。した方がいいの？した方がいい。これそんなアレンジしてるの見ないかも。普通に食べてるのしか、とかライスペーパーに包んでるのしか見たことない。チーズ入れるか分かんないな。入れたくなったらいいよ、準備しとこう。でも。こ
これだってこれはさ、あの焼きそばみたいにそのお湯捨てるやつのね、辛ラーメンみたいにスープがあるやつじゃないからどうしようかな。焼きそばみたいなカップ麺のお湯捨てるタイプのやつ。まあ明日食べるとき。お腹すいちゃうな、食べ物話してたら。食べようかな、ご飯、お昼ご飯。もうさっきさ、めっちゃギリギリまで寝ててさ、何時に起きたっけな。いや、ギリギリ寝てた。いや、ベッドにいたな。ちょっと余裕持って起きたの、11時50分過ぎに起きて、で、12時15分スタートだから、まあ、12時になって準備し始めれば全然余裕があるぐらいで、12時までずっとベッドで携帯触ってゴロゴロしてた。ベッドにいただけ本当に寝てた。11時50分まで寝てた。50分ぐらいまで配信終わったと寝て、でその後はずっと12時ぐらいまでベッドにいた、携帯触りながら。15分あれば準備すぐ終わる。前髪なんだ、前髪明日か、今日時間あるかな、切る。なさそうだな。時間あったら切ろうかな。いや、髪結んでたらさ、昨日みたいな高めツインしてたらさ、上がるからさ、こうなんていうの、そんなに長く見えないんだけどさ、普通にしてたらちょっと巻かないと目にかく。明日か、今日切ろう、時間があれば。夏やその体力維持のために何か気をつけて。気をつけてる、私何も言ってないな、そんな体力維持のためにとか。何もしてない。外出ないからな、本当に何もしてないです、体力維持のためにとか。
食事のために睡眠時間いっぱい取ってるんじゃない。あ、そういうことだったのか。たくさん寝てるのそうかもしれない。都合がいい。睡眠時間は大事だからね。王将とか、王将なんかお弁当で食べたことは何回かあって、行ったのは数回、本当に数回、何回かな、3、4回ぐらいかな。いや、お店行ったらもうそんなないかもしれない。3回ぐらいかもしれない。3回、4回、そんぐらいかも。え、電気消えた。なんかタイム押してたっけな。よいしょ。いや、なんかさっきベッドから、なんかベッド、なんかね、ベッドに電気のリモコン置いてて、一回一回ベッド降りてこう電気のつけて消したりしないでいいようにみたいな、リモコン置いてて、え、なぜかそのいつもなんかね、ベッドについて棚みたいなとこに置いてんので、棚そこに置いてるんだけど、今日起きたら、さっき起きたらなぜか棚と反対側にあったのね。普通にベッドの上にいつも置いてないのに、えと思って、そう、なんかそう、だから間違って押しちゃって、何かをピッてなって、あ、ここにリモコンあったと思って、え、なんでそこにあったか分かんないんだけど、なんか押しちゃったかなと思って、でとりあえず普通にオンのところを押したの、もう一回。そんなもん押して、なんかオンのとこ押したらリセットされるかなと思って、なんかタイム押したままになったみたいなね。おかしいな、それかもしれない。え、多分だけど。それかなんか怪奇現象。まあいいけど、でも多分私が押したやつだな、多分。何押したか分かんなかったの、ピッだけなって。そう、でも押したんだよ、その後にちゃんとさ、オンってところ、普通のあの、なんていうの、オンオフのところのオンを押したやつとか、多分押したとしてもリセットされてると思ったけど、なんかついてたのかな、わかんない。びっくりした。よかった、リングライトつけてて真っ暗になってこった。しちゃってたみたいな。え、なんであそこにあったんだろう、そもそもが不思議なんですけど。なんかいつも置いてる場所とは反対側にあったの。え、寝てる間に間違えて持ってきたとか、今までないんだけど、そんなこと。びっくりした、起きてそのボタンをピッて押したな、音が鳴ってさ、記憶にない、持ってきたリモコンを反対側に持ってた記憶もないし。わかんないや、あれかな、それか今日朝電気つけた時に置いちゃったとか、そのまんま
照明のタイマー、照明のタイマーある。使わないけど、ほぼほぼ使わないけど。それかもしれないな。こう朝起きるときにこうピッてつけてリモコン使って、反対側こう棚じゃない方に置いちゃったのかも。覚えてないけど。記憶ない、そんなやって記憶ないけど、その可能性あるわ。無意識に置いちゃった可能性が。皆さん星のギカウントありがとうございます。ギフトもありがとう。ハートだるまありがとうございます。ありがとう。お腹が空いた。味わった食べよう。今食べたいけどさ、ここの扉を開けないと取りに行けないから。取れない。何食べ、何が食べたいかな。何が食べたい。今、もうお腹空いてるから本当何でも食べたいな。何でもいいな。嫌いなものじゃない限り。あ、そう、昨日ね、私桃を食べたんですよ。めちゃくちゃ久しぶりに。普通の桃食べるの久しぶりで、普段食べないんだけど、そう、桃が前に差し入れレッスン所に置いてあってる差し入れで、それをいただいて持って帰ってきて、そう、昨日自分で切って食べたんだけど美味しかった。もうそこまで好きではないから。自分からそんなに好んで食べるほどではないから、その食べなかったんだけど、家でそんな家族が、お母さんとかが「なんか桃食べる？」って言ってても、私、ね、一切れだけもらうぐらい。そのぐらいのレベルなんだけど、そのもらうかもらわないかも微妙だと思う。久しぶりに食べた。ごぼうって聞こえた。ごぼう。桃だよ、桃。美味しかった。初めて桃自分で切った。だから分かんなくて、切り方が。調べて。桃食べないからさ、普段自分。家族が食べてたら本当に本当にちっちゃめの一切れをもらうかもらわないか。なんかでも、なんか食べたくなったのなんか分かんないけど、そんなに好きではなかったんだけども、なんかね、食べたくなって食べた。でも他のフルーツだったら他のフルーツ食べちゃうなってくらいだけど、でも美味しかった。美味しかった。うん、桃はね、あれは好きなんだ、あの缶詰のさ、オウト黄色いやつ、あれが好き。あれは好きなの。普通の桃は普通、うん、微妙なラインだけど。オウトは好きなんだ。シロップ漬けのやつ。あれは好き。他のフルーツはね、基本好きだね。缶詰のみかんも美味しい。あ、わかる、みかん美味しいよね。確かに缶
缶詰のフルーツ大体好きだな甘い、美味しいよね。あ、フルーツ、スイカがそこまでした。スイカ、スイカなんか、いや別に美味しいと思うけど、そんなにいらないなって感じするそのなんか丸々こうさ、丸い一カット分みたいなよりも、そんなに数切れぐらいでちょうどいいから、桃と同じぐらいの感覚かも。スイカ、その種がいっぱいあるのと、それがめんどくさいのと、なんだろうな、なんか水分多いじゃん、もうほぼほぼ水みたいな。違うけど甘いし美味しいけど、数切れ食べて十分となっちゃう。他のフルーツは結構好きかも。リンゴとか、リンゴ、リンゴ好きだね。水分で言うと梨、梨はね、そう、梨もそこまで食べなかったんだけど、でも梨はスイカとか桃よりかは好き。スイカと桃嫌いなわけではないんだけどね。そう、梨でもめちゃくちゃ好きってわけではないかも。梨種があるやつってね、食べるのめんどくさくない？こうスイカみたいになんかいっぱいあったり、種が。でもさくらんぼは好きだな。さくらんぼとか種がいっぱいあるやつだとめんどくさいの。マンゴー、私マンゴーそんな食べたことなくって、なんかさ、マンゴーのこうマンゴーが入ってるゼリーとか、そういうのでしか食べ、なんかマンゴーだけみたいな食べたことないかも。あんま記憶がない。ゼリーに入ってたりとかさ、そんなのしか食べたことがないかも。家でよく食べるフルーツは、よくっていうか、その比較的そんなにしょっちゅうじゃないけど、リンゴと、あとみかん、ぶどうも食べたい。あとキウイ、キウイみんな好きなんだよね。そうすると柿とかも好きで、柿はね、なんか普通のあんま熟してないやつあんま食べたことないんだけど、めっちゃ熟してる柿、もうスプーンですくって食べれるぐらいの柿はそう好き。おばあちゃんち行った時に食べたりしてた。でも普通のさ、なんていうの、そんなスプーンですくえないぐらいの硬さの、食べれるけどみたいな、あの感じの柿は食べたことがないかも。めっちゃ熟しててみたいな。上をね、柿そのまま上のさ、ヘタの部分だけを切り取って、でスプーンですくって食べるの、めちゃくちゃ甘い。それ熟してるからめっちゃ。干し柿、あ、干し柿私も好き。干し柿は、干し柿好きなんだよね。唯一ドライフルーツだけど唯一好きかもしれない。干し柿はさ、酸味がない、甘い。他のドライフルーツってちょっと酸味があるじゃん、だからちょっと苦手なんだよね。最近食べてないんだけど、そのなんか田舎の方とかにあるグミっていう果物があって、それが好きだった。なんかスーパーとかで本当に時々ね、昔売ってたりしてて、それおばあちゃんが買ってきてくれて食べたりしてた。でも最近見かけないって言ってた、おばあちゃんが。グミっていう果物が、充電するの忘れてた。充電器どれだ、あ、これか。ここら辺コードがありすぎて分かんなくて、
グミっていう果物。グミはね、甘酸っぱいみたいな感じの味。甘いけどちょっと酸っぱい、酸味がある。でもその酸味は好きなんだよね。ドライフルーツはそこまで。ドライフルーツは結構さ、甘さより酸っぱさがかかっちゃうんだよね。リンゴとかさ、リンゴのドライフルーツ、いちごとか。普通の多分リンゴとかいちごの味を知ってるから余計そう思っちゃうのかな。レーズンはそこまでじゃないけどさ、酸味なんだろうね、味がそんなに好きじゃないのかな。レーズンはちょっと唯一の好きじゃない、ドライフルーツの中でも好きじゃないですね。ドライフルーツは干し柿以外基本的にそんな好きじゃない。普通の方が好き。普通のイチゴとかブドウとかリンゴとかの方が好き。今日はメイク、今日は今はしてない、後でする予定だけど、まだしてないです。22分早っ。ランキングを読みましょう。13位からランキング読みます。13位バトニーさん、ありがとうございます。12位ヒデジロさん、ありがとうございます。11位トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。10位ファイヤーさん、ありがとうございます。9位てっちりさん、ありがとうございます。8位おまめさん、ありがとうございます。7位まるさん、ありがとうございます。6位かささん、ありがとうございます。5位しんさん、ありがとうございます。4位アイスカフェアットマークリランチュ、夏も元気に行くぞ今日かわさん、ありがとうございます。次3位とわさん、ありがとうございます。2位としのりさん、ありがとうございます。で、そして1位がひろのりさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次の配信は17時からです。私20時からの配信でチョコボール開けるって言ったよね、確か。夕方17時じゃないよね、20時からだ。じゃあ次20時から、まだあるか、時間ちょっとだけ寝てこようかな、まだちょっとだけ寝て、本当にちょっとだけ寝て、起きてダンス覚えてメイク、ダンス覚えてメイクして配信しよう、またちょっと覚えないといけないから、こうやんないと、本当にそんな覚えてないか、覚えないと、もう近いから。伝説のチョコボール配信歌、そう、伝説の、伝説の自分で言うなチョコボール配信久しぶりに6個しか買ってないんですけどちょっとチキった、え、ちょっと20個はちょっとうんと思って、買えなかった6個しか6個だけなんですけど、開けたいと思いますそう、じゃあそろそろ、あと20秒あるか、今回こそ出るかな6個しか買ってないけどエンゼル、まあ、出たら運がいいな、そうと20個開けても出ないんだもんって、やばい、そうそう時間だ。じゃあありがとうございました、また後で、次は17時からです、ぜひまた見に来てください。